さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。今日は、JR 北海道、留萌本線の廃止予定駅巡りをします。留萌本線は、2023年3月に石狩沼田駅から留萌駅までが廃止、その3年後の2026年に深川駅から石狩沼田駅が廃止される予定です。留萌本線は、明治43年に深川駅から留萌駅が、大正10年に留萌駅から増毛駅が開業しました。その後旅客や貨物の最盛期を経て、平成28年に留萌駅から増毛駅が廃止になりました。残る区間も廃止を含めた沿線協議が行われ、段階的に廃止することが決まりました。留萌駅から石狩沼田駅を令和5年に、石狩沼田駅から深川駅を令和8年に廃止することになりました。石狩沼田駅から留萌駅の廃止届には、廃止時期が令和5年9月30日とされていますが、北海道運輸局の聴取で同年4月1日へ繰り上げられる見通しです。画面に映っているここは石狩沼田駅で、令和8年廃止予定駅です。この後訪問するのが、来年廃止される駅です。石狩沼田駅は、明治43年の鉄道員留萌線の開業に伴って沼田駅として開業しました。そして大正13年に石狩沼田駅に改称されました。これは上越南線に沼田駅が開業したことによるものです。昭和6年に札沼線とも接続されましたが、昭和47年に新十津川駅から当駅までが廃止となりました。昭和57年には貨物扱い廃止。昭和59年には出荷印刷要員廃止、窓口業務を簡易委託化など、業務縮小が進んできました。そして今年、鉄路の存続について断念、この駅は令和8年の廃止が決まりました。明治時代からの長きにわたり、地域住民の交通手段として貢献してきた鉄路が、その歴史に幕を閉じることになります。次はマップ駅に向かいます。マップ駅は昭和31年、石狩沼田駅と海老島駅の間にマップ仮乗工場として新設開業しました。旅客のみで貨物の取り扱いはありませんでした。昭和62年国鉄分割民営化により JR 北海道に承継されると同時に駅に昇格。マップ仮乗工場からマップ駅になりました。駅名の由来は、幌新立別川の支流、マップ川のアイヌ語パンケシルトロマプが前略されたものと考えられています。開業時から無人駅で、駅舎はなく待合所が設置されています。この年季の入った建物が待合所です。あれ、開きません。ジョッピン買ってるのかな？どうやら立て付けが狂っているようなので、力ずくでアタックします。開けー、ごま、ウプ主の力に降参して扉が開きました。すごい時代を感じさせる雰囲気がバリバリです。なぜか世界地図が貼られています。グローバルですね。時刻表の時間数字も寂しそうです。駅の音が置いてありました。閉めるときは素直な扉くんです。この駅の1日の乗車人員は1人か2人となっています。
遮断機の機械には昭和58年1月共産製作所製造のプレートがあります。次は海老島駅です。明治43年の鉄道員留萌線開業に伴い開業した駅です。留萌炭鉱との関係で京浜鉄道との接続などがされたものの、京浜鉄道は昭和5年までに廃止。立部と駅と接続された留萌鉄道も昭和46年に廃止されました。駅舎は前方右側の小さい貨車駅舎です。周りの建物はここでロケーションが行われたテレビドラマスズランで使用されたものがそのまま設置されているものです。この木造建物はドラマで使用した足萌駅の駅舎で、旧駅舎の基礎の上に立っています。足萌駅の標示もそのまま残されています。この面濃い貨車駅が本ちゃんの海老島駅の駅舎です。こちらも撮影に協力して、木製板が貼られています。イモシアではなく、アシモイです。次は峠下駅です。峠下駅は、明治43年の鉄道員留萌線の開通に伴って開業しました。昭和52年に貨物取扱いを廃止、昭和59年には荷物取扱いを廃止すると同時にで改札業務を停止、閉塞扱いの駅員のみを配置する停留所扱いの無人駅になりました。平成10年にはタブレット閉塞から特殊自動閉塞化に伴い、完全無人化されました。駅名は、アイヌ語のルチシポクの和訳地名に由来しています。
相対式ホーム2面2線を有しており、深川駅湯萌駅間の途中駅では唯一の列車交換可能な交換駅になっています。互いのホームは千鳥に配置され、両ホームは構内踏切で連絡しています。駅舎側ホームが留萌方面、対向側ホームが深川方面です。対向側ホームのさらに奥には何やら線路が残っています。平成27年以降の記録では、1日平均の乗車人員は1人を割っている現状となっています。そんな駅ホームに撮り鉄さんの姿がありました。来年の廃止を前に、にわか乗車需要が乗車実績を押し上げていることと思います。次はホロヌカ駅です。北海道道550号ホロヌカ尾平停車場線沿いにあります。ここもポツンと貨物駅舎の無人駅です。周りにはそれなりに民家などがあって、田舎町のような環境です。ホロヌカ駅は、明治43年の鉄道員留萌線の開通に伴い開業しました。昭和52年に貨物取扱いを廃止、昭和59年に荷物取扱いを廃止するとともに出札改札業務を停止して無人化され、閉塞扱いの運転要員のみが継続配置されました。そして昭和61年に閉塞合理化に伴い交換設備が廃止となり無人化されました。駅名は、留萌川支流中ホロヌカ川に由来します。川の名はアイヌ語の大きい野の川を意味するポロヌカペツが元になっています。駅構造は単式ホームの一面一線を有する地上駅です。かつては相対式ホーム二面二線を有する列車交換可能な交換駅でした。平成27年以降の1日平均乗車人員は 0.4 人から 1.2 人という状態です。ここにも駅の音が置かれています。地元利用者と旅人の思い出がびっしり書かれているのでしょう。桜木花道がおっさん、一言書いていけや、と睨んでいますが、先を急ぐので今度ねと言って次の駅に向かいました。
次は 5.5 キロ先の藤山駅です。場所は国道233号線沿いです。駅舎は昔から木造板張りで、昔は向かって左手に事務室部分がありましたが、解体されてなくなっています。駅の周辺は住宅が少ない環境です。駅の前には藤山開拓の碑が建立されています。藤山駅は明治43年鉄道員留萌線開通に伴い開業しました。昭和32年に貨物取扱いを廃止、昭和59年に荷物取扱いを廃止すると同時に閉塞合理化に伴い交換設備を廃止して無人化されました。駅名は当地の農場主であった藤山陽吉氏の農場内に駅が設置されたことに由来します。駅構造は単式ホームで一面一線を有する地上駅です。かつてはホームが千鳥式に配置された相対式ホームで、二面二線を有する列車交換可能な交換駅でした。平成28年から令和2年の1日平均の乗車人員は 0.2 人で、令和3年は0人となっています。次は大和田駅です。国道から曲がって線路を渡った裏側にあります。予算1500型車掌車を改造した貨車駅です。この大和田駅は大和田炭鉱の所有者大和田宗七氏の寄付により石炭運搬目的で開設され、駅名もそれに由来するものです。現在は無人駅でトイレもありません。大和田駅は明治43年の鉄道員留萌線開通に伴い開業しました。大正7年から13年まで北海炭業大和田炭鉱が当駅に積み込み場を設置し、留萌港への馬車軌道を廃止して当駅積み込み場までに切り替えました。しかし大正14年に北海炭業大和田炭鉱が閉山となりました。昭和13年に寿炭鉱大和田工業所が積み込み場を設置し、専用線を敷設しました。しかしその寿炭鉱専用線も昭和32年頃に廃止となっています。昭和35年には貨物取扱いを廃止、昭和59年には荷物扱いを廃止するとともに、出札改札業務を停止して、閉塞扱いの運転員のみの旅客扱い無人駅になりました。昭和61年の閉塞合理化に伴い交換設備を廃止して運転無人化されました。駅構造は、単式ホーム一面一線を有する地上駅で、ホームは線路の南側に位置しています。利用状況は、平成28年以降のデータでは、1.8 から1.4 人へと減少しています。
最後は終着の留萌駅です。留萌駅は、かつては羽幌線、手塩炭鉱鉄道線、留萌鉄道臨港線の分岐点だったほか、平成28年までは増毛駅までの途中駅でした。留萌は、昔は炭鉱関連やニシン漁などで優勢を極めた町でしたが、炭鉱の閉山やニシン漁の減少などから人口は減少し衰退の厳しさにさらされています。そして来年の留萌本線の一部区間廃止で、列車の来ない町となった後のことが懸念されます。留萌駅は、明治43年の鉄道院留萌線開通に伴い開業、大正10年には増毛駅まで路線延長され、地域の中核都市の駅として地域の発展と住民の旅客物流の要として重要な役目を担ってきました。しかし炭鉱閉山などでの輸送需要が減少、人口流出もあって、乗車人員も低減し、平成18年以降は1日乗車人員が100人を下回っています。留萌駅の詳しい歴史経緯については、ウィキペディアに記述されていますので、関心のある向きはそちらを参照してください。駅待合室には、懐かしの留萌本線の写真パネルが展示されていて、かつての SL や駅の情景などを見ることができます。昔の運賃表や、レール、C11207 スズラン号のヘッドプレートなどが展示されています。鉄路廃止が決まったのは誠に残念ですが、それが地域の衰退につながらないよう願うばかりです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。このお蕎麦屋さんもなくなるらしいので、駅蕎麦の味をしっかり楽しんでおきます。ニシン蕎麦と、ニシン親子弁当です。おいちい。じゃ、バイバイ。